のパートナーと一緒に魔法学校で魔法を教わってるにゃ。ジュエルストーンを12個集めたらジュエルスターグランプリに出られちゃう。目指せ輝くジュエルスター。女の子は誰でも素敵な魔法使い、ピンクだピンクだジュエルフラッシュ。ハッピーティンクル、ハッピーハッピー、とびきりのハッピーハッピー、夢を見て飛んで飛んで未来へ。レディゴーレディゴーレディゴー、ハッピーティンクル、ハッピーティンクルティンクル、ハッピーハッピーティンクルティンクル。女の子は誰も世界中でたった一つのジュエルよ。ハッピーハッピーハッピー、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あかりちゃん、やったね。ルビー、私が負けた。ガイア、いつまで遊んでますの？出場者。皆の者控えなさい。この方たちこそ名門エクセレント学園の3姉妹。長女セレブリティエンジェルことマリアンヌ・グランマニエル・ショコラ・ジュリアンジェリー。次女セクシーエンジェルことカトリーヌ・グランマニエル・ショコラ・ジュリアンジェリー。三女メイドエンジェルことアンジェリーナ・グランマニエル・ショコラ・ジュリアンジェリー。マジカルエンジェルズ。わあ、ジュエルストーンがいっぱい。そう、12個もありますの。っていうことはジュエルスターグランプリに出場を決めたっていうのは、もちろんこの私のことよ。あの人がジュエルスターグランプリに。すごい、指を鳴らしただけなのに。これがジュエルスターグランプリに出る者の実力。ライバル登場でドッキドキ。さすがに派手な魔法じゃない。うわー、ジュエルストーンが12個ある人の魔法ってこんなにすごいの？お名前は？さくらあかりです。まだ3個？かわいいものね。あら、あなた8個？カトリーヌは10個よ。この子、年は私と変わらないのにまだ5個しかないです。それに比べてアンジェリーナは9個。何よその上から目線は。気分悪いわ。同感。みんな行こう行こう。ちょっと待って、こんなすごい魔法もっと見たくないの？見たくない。これだから下々の学校は。ねえねえ、どうすればそんなにたくさんのジュエルストーンを集められるの？いつもどんな魔法の練習してるんですか？さっきのすごい魔法はどうやってやるの？聞きたい。あなたたちも私のファンクラブの人たちと同じように
私に憧れてしまったようね。私、魔法が上手になりたいんです。魔法の勉強の仕方とか知りたいことがいっぱい。そうだ、これからティータイムの用意しますから、お茶をしながらいろいろ教えてください。ルビー、ラブラ、支度してこよ。はい。いかにも田舎の魔法学校の生徒ね。地味で平凡な子だこと。ジュエルペットもね。それがマリアンヌ様。悔しゅうございます。リル、どうしたのよ。この学校のジュエルペットとスイーツ対決したんですけど負けちゃったんです。まさかあなたほどのジュエルペットが。本当なの、カイア。そうなんですの。かわいそうなカイア。どうせ庶民たちがズルをしたのでしょ。その仇私が取ってあげますわ。私の可愛いカイアに恥をかかせた子たちはどこ。本当だ、レオン様だ。キャット、恥ずかしい。あれ、マリアンヌ、カトリーヌ、アンジェリーナ、久しぶり。前にレアレア会で会ったのは半年前のパーティーだったっけ。パリの舞踏会でしたわ。レオン様ったらすぐにお帰りになってしまって、ダンスもできませんでしたわ。そうだっけ。ああいう堅苦しいのは苦手なんでね。っていうか、どうしてレオン様がこんなところにいらっしゃるの。ここは俺がジュエルランドで通っている魔法学校なんだけど。レオン様ほどの高貴なお方にこんなダサダサの学校はお似合いになりませんわ。私たちのエクセレント学園に来るべきですわ。あそこはね、エクセレント学園は魔法学校の中でも名門中の名門。こんな学校をやめて絶対来るべきですわ。俺はこの学校の自由な校風が好きでね。転校する気はないよ。じゃあ。お待ちください、レオン様。今度はエクセレント学園で舞踏会が開かれるんですの。ご招待いたしますわ。ぜひお越しください。ごめん、さっきも言ったろ。俺、そういうの苦手なんだ。じゃあ。レオン様の意見ぞ。レオナルディーナ、行け、アイルヤ。これでレオン様は私にメロメロですわ。およ、あ、なんなんじゃこの胸のときめきは。ジュテイム、ジュテイム、マリアンヌちゃん。全然タイプじゃございませんことよ。気をつけて。なんなのあの子、はい、私たちのレオン様に。さくらあかり、庶民のくせに、庶民のくせに絶対許しませんわ。来た、あの3人。まだいたわけ。ここです。さあどうぞ。結構よ。私たちはお茶をいただきに来たわけではありませんの。あなたたち3人にこれを。それは挑戦許可書よ。挑戦許可書？鈍い人ね。あなたたちと魔法の試合をしてあげてもいいと言ってるのよ。魔法の試合？あなたたちマジカルエンジェルズと試合ができるなんて光栄なことだと思いなさい。そうよ。どう？挑戦はお受けになるの？負けるのが目に見えている勝負なんかしたくないってお顔してますわね。冗談じゃないわ。アカリ、サラ、受けよう。そうね、あくまでも練習試合だし、将来グランプリに出場するときにきっと役立つわ。それでは勝利に向けて改めて、長女セレブリティエンジェルことマリアンヌ
リーヌ・グランマニエル・ショコラ・ジュリアン・ジュリー。三女メイド・エンジェルことアンジェリーヌ・グランマニエル・ショコラ・ジュリアン・ジェリー。人呼んでマジカル・エンジェルズ。長覚えられないロブ。マリちゃんにカトちゃんをアンちゃんでいいよね。なんですってこの白ウサギ。それで練習試合の内容は何ですか。そうね、女の子同士ですもの。やはりここはおしゃれバトルにしませんこと。おしゃれバトル。魔法でドレスを作って、どちらが素敵なドレスを着たプリンセスになれるか競い合いましょう。おしゃれなら望むところよ。私とガーネットにお任せよ。どんなドレスにするかはレオン様に決めていただきましょう。それなら文句ないですわね。あ、俺入ったな。何でもいいけど。そうだ、ウェディングドレスなんかいいんじゃない。ウェディングドレス。さすがレオン様、テーマはウェディングドレスに決定ですわ。制限時間はあの鐘が5つ鳴り終えるまで。勝敗はレオン様に決めていただきましょう。レオンが審査員。この勝負絶対負けるわけにはいかないわ。ルビー、初めてだね魔法の試合なんて。うん、なんかワクワクしてきちゃった。相手はジュエルスターグランプリに出場する人たちだもん。よし頑張ろう。次。はい、次。にゃん、次。ほっ、あー、全然いいドレスが見つからない。ちょっとサラ、真剣に調べてよ。はいはい。ねえ、これなんかどうかな。いい、いい、綺麗ラブ。鳥パパの羽で作った夢見るウェディングドレス。これを着た花嫁は幸せになれる。素敵。このドレスに決定よ。それは賛成なんだけど、トリパカって何？え？あ？へえ、こんな鳥初めて。私知ってるわ。確か南の方の珍しい鳥じゃない？そう、トリパカの谷にしか生息しない珍しい鳥。非常に素早く臆病なので捕まえるのは困難。しかしその背中に乗ればおとなしくなり言うことを聞く。じゃあうまく背中に乗れさえすれば羽も手に入るのね。うん。よーし、みんなで鳥パカの羽を取りに行こう。ティンクルティンクルララルーラ、ウェディングドレスよ、いでよ。わお、素晴らしく斬新なデザイン。マリアンヌお姉様にはきっとお似合いよ。マリアンヌ様、あかりたちのデザインが決まりました。トリパカですって。なるほど、私のドレスの袖の部分をトリパカの羽にしたら私たちもトリパカの羽を手に入れますわよ。あれがトリパカか。ずいぶん大きいんだね。ガネタ、サンゴ、行くわよ。にゃん。ドリャー。あなたたちも来たの。悪いけど、トリパカの羽は私たちがいただきますわ。トリパカたちは美しいものをこよなく愛する鳥。私たちの美しさに必ずメロメロになりますわ。その隙をつけば略称よ。ティンクルティンクル。ルビー、トリパカを誘い込んで。任せて。リンゴ欲しか
クルなんでやるの。トリパカよ、大きくなーれ。パパ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 にはぴったりそうね。やってみるね。ティンクルティンクルマジカルチャーム、ウィンクルウィンクルジュエルフラーギュ。それじゃあ行くよ。そういう派手なのはどうもね。それにそんな高いところじゃブーケを受け取れないだろ。そんなことありませんことよ。あら、あら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 、マリアンヌ様。大丈夫？なんともありませんわ。そうは見えないけど。調子に乗らないことよ。今日はレオン様のお情けで勝っただけですわ。魔法の実力はマジカルエンジェルズの方がずっと上ですわ。ジュエルスターグランプリではコテンパンに叩き潰して差し上げますわ。あなたたちはせいぜいジュエルストーンを集めてグランプリに出場できるようにすることね。でもやったわね。イエーイ、イエーイ。あ
かりちゃん、初めての魔法の試合楽しかったね。うん、ちょっぴりだけどジュエルスターグランプリが近づいてきたような気がしたよ。まだまだ先だけど、ジュエルストーンを12個集めるの。絶対出られるよ、グランプリ。いつかきっと。ラブ。教えちゃうんだな。カイヤの瞳の宝石はカイヤナイト。ジュエルチャームには決断力をアップするパワーがあるんだな。ジュエルストーンを12個集めたマリアンヌのパートナーだから、カイヤも本当はすごいです。ジュエルペットのことをもっと知りたいみんなはアニテレにアクセスして楽しい情報をゲットだな。みんなもジュエルランドに行ってみたいです。あかりちゃん、もうすぐお誕生日だね。だけど夏休みがお誕生日ってなんか損なんだもん。学校にも行かないし、お父さんやお母さんにも忘れられちゃうし。でもユーマくんが素敵なプレゼントくれるかも。それはないって。ところが奇跡が起こっちゃう。ユーマくんと二人きりでお誕生日。次回ジュエルペットティンクル虹のシュートでドッキドキ魔法の時間が始まるよ。ティンクルティンクルジュエルフラッシュ。女の子は誰でも素敵な魔法使い。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。